それか探す、うん、探してみる。昨日のおでんでうどん作ったんで食べてください。いただきまーす。いただきまーす。やだバドミントン持ってきればよかったね。ヘッド飛行機あるよね。ひりちゃん今日飛行機持ってきた。優しい。天気が早変わり。晴れてきたね。嬉しいね。テントぐんぐん乾かしてほしいな。せだろ？うん？あの暑いと寒い、どっちが我慢できる？どういうこと？パパ説明して。降ったら寒いから。寒いのが我慢できる。そうなんだ。パパは？僕はヒーローだ。スーパーヒーロー、でかい。聖太郎聖児。パパは？パパは、うん。りっちゃんは？りっちゃんはね、暑い方。ああ、そう。なんで？なんで？じゃあ聖太郎からなんて言ってよ。それとスーパーヒーローだからって言うんですよ。入ったり皮入ったりかき氷食べたりアイスが美味しいのは暑い時だね。寒い時はなどっちもいいや。どっちもいい。パパ、これどう？寒い時は。ねえ、何を聞かれたの？パパは寒い方がさ。暑い時の方が楽しそうじゃん。アイス？これがお米になる。ならない。じゃあこれだよ。ならない。乗っけて、お水で洗って冷やす。아름다운그대여
just feel so lucky. Oh, 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 운명이라 믿어요. センターのりんちゃんが作ってくれたツナとゆで卵入ってるしね。食べないでよ。よし、やるぞ。あ、すごい綺麗じゃん。6、7、8、9、10。はい、逆さまにして。素晴らしい。よし、次は裏返すよ。私の記憶でーす。ほう そんな覚えてないけど、そこまでしか覚えてない。B、まあ、テントの中も OK したんだ。さ、た、ストーブというか。ゴムは何個あるゴムの1個でやる。今日それだけ。うん、あれゴムを忘れてしまった。忘れてた。あれで洗剤をなる。ゴムはゴありがとう。え、僕ね。それじゃあ、セタ問題出してあげる。はい。バイバイ。はい。じゃあ、国語算数などと書いてある教室にいる表ってなんだ。時間割表。時間割表。正解。じゃあ、こうですかって人に聞く学校の歌は何だ。こうか。C。
違う。あれ？学校の庭にいるペンギンってなんだ。学校の庭にいるペンギン？うん、校庭ペンギンか。何探してるの？あとね、星座お手伝いして、ピンクダッカール持ってきないよね。ダッカール、ピンクの糸のところに使います。ダッカール、ダッカール、え、あれだよ。髪の毛結ぶときいつも使って止めるピンのことだ。あ、持ってない。セーターとダッカールの代わりで、ここって。ダッカールぐらい覚えてもいいじゃん。はい。これ持ってダッカール。運勢はどうかなって考えるスポーツの大会はなんだ。もう何を、何？運勢はどうかなって。運勢ね。運勢はどうかなって考えるスポーツの大会はなんだ。運動会？動会って考えるんじゃない？運動会。運動会。正解。いや、勝手に当たったのかな、レベルさん。いられてるって。見てないよ。いや、次のページに答えがあるから。りんちゃんも分かるやつでしょ？分かるけど。はい、りん、ゴム取って。1が1。そうだね。あれ下に置いてる。あ、そうだけど、ナイスアシスト。いいね、セントロ、アシストいいね。今日は9でも、空に浮いている9は？空に浮いている9、地球？地球と。9は9でも、空に浮いている9は？気球？気球、正解。キュウはキュウでもお昼に出てくる美味しいキュウは？あ、まず給食。正解。キュウはキュウでもカッパが好きなキュウは？カッパが好きなキュウ？カッパが好きなキュウ？葉っぱ？ん？葉っぱなんて出ない。何が好きな？葉っぱ。あ、キュウリ。はい、歯磨きするよ。どうでしたか今日は？楽しかった。本当？楽しかった？また来たい。楽しいに決まってるじゃん。そうだね、また来ようね。じゃあ夢牧場、バイバーイ。バイバーイ。バイバーイ。